がです。今回はゲストを連れてってきました。生まれはロシア、私は関西、舞台は東京、ピロシキーズです。ジュル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 、下手くそ。今回事務所の仲間、ピロシキさん、ピロ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 、おかしい人。おかしい人ではないけどな。あの、ああ YouTube な、一緒にあのアレちゃんと自分で、ロシアのロシア人の関西人、関西弁を話すロシア人の、そうちょっと複雑やねんな、 YouTube やねやってて、でゆりこちゃんともね一緒に実はちょっとコラボをして、はい、うん、あのピロシキーズのチャンネルの方にもゆりこさんと一緒に出た動画、そうだね、そう、てるから今日は、今回は、今日はね、全然ジャンルは違うんだけど大丈夫、まあ、そうね、うちのチャンネル結構ね下ネタおかしいな言いまくってたから、そう全部入ってた、このチャンネルはちょっと下ネタは禁止なので、無理あどうしよう、 もうここまで出ちゃうもん、すぐ下ネタ、結構ゆりこさんがやってるの、ことをやりたいと思います。なんだろうでしょうか。おまんまん、えおまん普段あなたはコスプレをやってるよね。そう、コスプレイヤー、まあ、普通に有名やからな。おー、ありがとう。だから今回はあなたたちもコスプレイヤーになろうと思ってます。マジか、何になるんやろ、何になるんやろ、二人ともすごく二人のあのキャラを選びましたんだけど、ピロシキ、ピロシキではない、でもピロシキ、なんかフィギュアスケートらしいな、ヤンキーやねんな、そうそうそう、ちょっとヤンキーっぽい、ちょっとこっそり動画とかをさっき見て、もう顔がもうそのままだと思うから、実はそんなにねメイクがいらないの。あ、本当ですか、さすがロシア。もうちょっと私の口を見て、あ、はい、すみません、怒られましたとっととこっちを見ながら、こっち怖いわね、結構モスクワでボルシチにしてやる。うわ、すごい、完璧、合ってる、よかった、合ってる、すごいキャラクターに入ってきたよね、ま、こんな感じな、この子は、そうそうそう、そうなんや、ロシア。では、あとはアレクス、シャンヌ、立ちなさい、敵を倒しに行くわよ。おー、かっこいい、強そう、やばいんだけど、ほんまや、すごい、ほんま、ほんとねえ、めっちゃ似合う、さすが。なんか他ないの、決めゼリフみたいなあの、決まりセリフ、うん、まあ、結構 ある、めちゃめちゃあるんだけど、うん、やっぱりこっちの方があんたのマスと思わないとかみたいな感じで、上から目線、そう、上から目線ですよね、ちょっと。で、ゆりおはほんとマジマジで
でヤンキーなのでいろんなものをブルしてあーちゅー死ねー違うそう、そんな感じ。あの、豚野郎豚野郎この豚野郎豚野郎って言うので、言っとけでも普通に合うけど、やばい、これなんか全然違う服みたい。いいですね。なんかコスプレのメイクは普通のメイクと違って結構白いな。キャラクターにあの似たような感じで、もうちょっと濃くな感じでしますよね。で、たま有料の場合だったらもう完全に顔、あの顔は外国人なので、ちょっとやばい、なんかその感じでさ、ね、北郎じゃなくて目玉親父のなんだよね。ね北郎違うか、北郎の方なんか違う。そうそう、で逆にこっちがやっぱりね、なんか結構綺麗な方なので、綺麗な方なのでって外国人感を出す。綺麗な方なのです、すごく合ってます。二人ともお素敵です。私綺麗、ありがとうございます。 OK OK セニョリータ、めっちゃいいですね。ハッピーニューイヤー。やっぱりあのコスプレなんかコスプレはあの物、まあ、服を着るだけじゃなくて、もう完全にキャラクターに入りきることなので、そっか、やっぱりセリフとか、どんな感じ、心がいるんやな。なんかね、そう、歩き方とかもあるし、どんな歩き方か。あ、やっぱりね、ゆりだったら結構こういう感じして、あ、これね、こうやってかぶんなきゃいけないのね。これ感じして、これかぶもうちょっと、やっぱりこう。あ、そういう感じ。あ、こうやっぱな、やっぱちょっと。普段からやらへん歩き方やからな。違う。兄さんかよ。それさ、鶏みたいやん。もうポッ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 そう。やめてくれ。これこんなんじゃないの？そうそうそう。でもなっちゃん怒ってる。いつも怒ってるよ。怒ってる。そう。いつも怒ってる。ああ。なるほど。あ、めっちゃいい。私はなんか。ラナの方だったら。そうそう。そう。パワフルな感じなので、結構上からこういう。俺そっちのが得意かもしれない。バレじゃねえよ。あ、でももうあのテープなので結構。あ、そういうことも。え、でもさ、できるで、ほら。トリプルアクセル。あかんかった。やばい。なんかやったらずっとこうカメラの自分を見てしまうよね。普段と違うから。で、意外と、俺コスプレ、ありじゃない？ちょっとやってみたら、やってみようかな、ちゃんと。どうしよう、なんかコスプレイヤーとかなってたらなんかね、なんかこの作品がすごく似合いそうだし、誰でも何作品？あのこのアニメ、あ、このアニメすごく。俺フィギュアスケートも好きやし、まずちょっとアニメ見てみるわ、いい、ね、ちゃんと。あ、お願いします。はい、じゃあなんかそれで、あのぜひ今後なんかじゃあ何コスプレのイベントって何があるの？一番いい。あ、なんか池袋とかもあの毎月やってるので一緒にやりませんか？わかった。じゃあまたやろう。はい、あとは夏コミ。夏コミか、暑そうやな、これ今でも暑いもん結構。暑いですね、これか。まあね、楽しそうやな、でもちょっと。そう、いやでも大変だなっていうのを思ったんだよね。やっぱりなんか全部自分のこと持ち歩かないといけないやろ。なんか衣装とかさ、なんか買えるやつとか、なんかこれやったり、メイク道具やったりで結構、これを撮るのにも結構時間かかったもんな、動画の大変なんやなっていうのメイクにな。あんま興味なさそうやけど、いや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 、あなたの普段の頑張りを今褒めてんのよ。ありがとう、うん、いや確かに、なんかね、ほんまにめちゃくちゃ頑張ってんねんな。ありがとう、ね、ただ単に着ればいいってもんじゃないわよっていう感じやな。あー、ありがとうございます。ひろしきずっじゅみたいになってるやん。ひろしきずひろしきちゅひろしきずひろしきず、はい、勝手に決めんのやめてな。勝手に決めんとってこんなんないから。勝手に。ちょっとコスプレをね、やらせていただきました。はい、ありがとうございます。いいいいいい、なんか、うん。こちらの下に皆さんの私たちの。うわるうわるコード。うわるコード。そんなもの載せる。うわるる。うわるコード。うわるコード。すごいな、なんか。L そうURL のリンクもありますし、ぜひ登録をしてください。はい、そちらのチャンネルも私の動画もありますので、ぜひ見てください。このチャンネルもよかったらちゃんとグッドボタンね。で、コメントもして、コメントはーい、チャオカカオ、チャオカカオ、はい、お疲れ様。お兄ちゃん、18歳以上だったら
登録してね。あとグッドも